はい、ここまでで定性分析を見てきました。MD 定性分析。では今度は経営指標の分析、MD 定量分析に行きたいと思います。具体的な各経営指標の計算結果は、解答解説への一覧表を見ていただければなと思うのですが、それらを総じて見ていきますと、こういう判断になっていきますね。まず、安全性分析。ターン機能安全性の指標はどうでしょう。流動比率、当座比率、これは バツですよねということは運転資本の状況に言及する可能性が出てまいりますどうして流動比率も倒座比率もバツなんだろうかということですねこれは予見文書の方を見てもちょっとよくわかりませんなのでペンディングとします続きまして長期の安全性を見ますとこちらは固定比率固定長期適合率 同業他社比較として見ても100%よりも下回っているかどうかという観点で見てもこれは丸と言っていいでしょうそうしますと投資資金の調達方法これは良い面で言及する可能性がありますねところがもう予見文書訂正分析の方で分かっています内部留保を利用した設備投資しかもそれを積極的にやってきたわけですねこの循環のサイクルがよかったんでしょう 多くの企業は借り入れて、ね、投資ということをやっていくのにできるだけ内部留保を使ってその中で投資をしていくということがその長期の安全性を丸にしていった原因である固定比率固定長期適合率いずれでもいいですが例えば固定比率の方がより厳しい観点ですしまた内部留保を利用したということであるならばあらあのわざわざ長期の 借入れ金の方まで含めて評価する必要もないでしょうからこの内部留保というのを上手に活用して投資をしてきたということを言うならば固定比率がまあベストかなただし多くの受験生さんが指標名に何を挙げたかっていうのにやたらとこだわるんですがそんなことありません一番重要なのは、C、欄の説明のところに何を書いたかですなので「C 欄の説明のところが同じようなことを書いてあるならば大きく外れない指標を挙げていればそれはまあ大丈夫」と。 いう,ふうにお考えくださいなので長所短所って言われてますっ長所の1個はこれでほぼ決まりなんですね。でもう一つ収益性分析の方いきましょうそうしますとまず総資本利益率はどうか総資本利益率がもし×だったら収益性自体にもう大きな問題がある可能性があるというふうにまず当たりをつけていくわけですがまず総資本利益率は丸であるという,うに考えます。 分かりました。そうすると、じゃあ,あとは売上高利益率と回転率ですよね。じゃあ売上高利益率の方で見てみましょう。そうすると売上高利益率は総じて丸です。この大きな理由、つまり売上高利益率が一通り良いよということは、売上高そのもののオーダーが大きいからというのは大きなファクターになる可能性がありますよね。 しかもそれは予見の訂正分析とぶつけてみればニーズへの対応力が高いというのは皆さんと一緒に先ほど確認したところです。ですのでこれが長所として上がってくる可能性高いんですね。また一方で売上高利益率というのは費用の面でも評価することができますのでそちらの観点で見ると。 売上高総利益率売上高営業利益率売上高経常利益率と総益計算書の利益を上から段階をて下にたどっていった場合数値の面から大きく改善しているなっていうふうに特に認められるのは売上高営業利益率からですよね。で売上高総利益率もまあいいことはいいんだけど同業たちと比べると。でもその良さの幅は大きくは変わってきていないね。 でそれに対して売り上げ高営業利益率からが、ね、少しこう幅が差の幅が大きくなってきます。ということはこれはリストラクチャリングの成果が出てきているという可能性、高いですね。で予見の中にリストラクチャリング頑張ってやったよ変動費、固定費下げたよというふうに言っているわけですから当然営業利益の段階で改善の結果が出てくる可能性が一般論としても高いわけですね。 とということで長所として考えられるところはこ内部留保を利用した設備投資とそれから売上高特に営業利益率がいいですよというところある程度ここでほぼ決まってくるのではないかというのが2つの分析から分かってくるわけですね。 あとは TBC の回答を見ていただければと思うんですがこの内部留保の部分についてはあの内部留保をね上手にあの設備投資に入れて循環してきたんですよという書き方をしてありますので参考にしていただきたいですしこちらの売上高、営業利益率については売上高に対する要因とそれから費用に対する要因と両方ねあのちゃんと書いているというところがあのポイントとなってきます。 さて、えー、皆さん回答解説編の方で3つ挙げてくださいねというもののうち2つずいぶん当たりをつけてまいりましたのであと1個どういうふうに考えていくのかなと。さてこの安全性分析でバツがついたと先ほどペンディングにしました運転資本の状況に言及する可能性が出てくるわけですねそうすると運転資本の中でもその主役運転資本必要運転資本 つまり営業循環の中では日常の活動の中で回収しきれない部分をどれだけ借入金などに頼っていかなければならないかなというのが運転資資本を資金繰りのの観点から見ていく時のポイントですよね。まあ、それとあとはあの流動比率当座比率というのが流動負債とね流動資産あるいは当座資産との比率であるというところを合わせて考えていく。 ならば当然見ていくべきところは、例えば現金預金はどうなのか、売上債権はどうなのか、棚卸資産はどうか、それから仕入れ債務はどうか、そして短期借入金はどうか、ここを考えながら見ていきたいと思います。次は短所です。それでは経営指標の分析でまだねメジャーなもので残っているものをやりましょう。活動性分析とか。 効率性分析と呼ばれるもの、いわゆる回転率とか回転期間の分析ですね。で、ここでは回転率でお話を進めていきたいと思います。活動分析、活動性分析この指標を計算しますと、売上再建回転率以外は丸です。売上再建回転率だけバツです。ということは、先ほど短期の安全性の中で運転上の状況に言及する必要があると。 いう,ふうに見ました。その中で運転資本の関連するもので悪そうなものは売上債権ではないかというふうに見えるわけです。で一般論として売上債権回転率が×だということは売上債権あごめん売上高のオーダーがちっちゃいか売上債権の残高が大きいかですね。ところが電車は売上高は大きいんですよ。 そうですよね。だから収益性分析のなので売上高が大きいにもかかわらず、ね、売上再権回転率がツということは売上再建の残高がが大きいいとしか言いようがないわけです。ここまず第一チェックポイント。なので短所として挙げるべきものはこの売上再権の残高が大きい例えば理由はよく分からなくてもそこに問題がありそうだというところはまず当たりがつくわけですね。 なので、デメリットですね。つまり、短所として上げていく指標の可能性としては、売上債権、回転率などの売上債権に注目した指標というのは、一つ候補として上がってきます。ところが、売上債権が大きいならばって話が出てきます。売上債権の残高が大きいなら、流動比率とか当座比率っていうのは。それは、資金繰りとは別の観点で、短期の安全性っていうのは。 売上債権がそんなに大きいんだったら、丸になってたっていいんじゃないっていうふうになりませんそうですよね。ここがおかしいんです。ということは、売上債権の残高が大きいにもかかわらず、短期の安全性の使用が罰であるということは、 ねえー、丸になるのではってなってますけど実際はバスなんですね。ということは短期借入金が多い可能性あるんじゃないと思ってた対象表を見てみるとななんんんでで短期借入金こんなに金こに額大きいんですか同業他社が371であるのに対して電車は615だと。 いいうことになっているんですね。で売上げ債券の方を見ますと D 社が615同業他社が429どうもこの辺りが怪しいんではないかというふうになってくるじゃないですか。もちろん現預金が多いというのはあるんですがこれは現預金が増えているい結果ですからね。 現預金が増えているのは結果。なお、かつこの企業は内部留保した部分も設備投資にかなり積極的に投資しているという現状から考えれば、現預金は何で増えたんだろうで、固定比率や固定。長期的効率は丸なんですよ。固定比率や固定。長期的効率は丸なんですね,ねで。で、その部分はどこ行っちゃうのかな？ といい。ううふうに考えてみてみくださいつまりこの企業は短期借入金、ね、ありますとで短期借入金を長期、えー、短期借入金の資金を元手にして設備投資にやむを得ず振り向けているっていう企業ではないわけです。というとなんで短期借入金そんなにいっぱいいるのってこれは運転資本、ね、のお重稿に 使っているとしか考えられないのではないかということはその原因の一端として考えられるのが売上債権だということになりますので今度は売上債権をもうちょっと詳細に見てみましょう。ここまでで運転資金に関して分かったことを整理してみましょう。まず売上債権がどうも大きそうだ残高が大きそうっていうのは分かります。 そうすると売上債権回転率というのを問題点短所としての指標としてあげて説明していくというシナリオが1本考えられますね試験時間中にそこまで考えられたらなかなか素晴らしいと思いますなかなか素晴らしいという意味では先ほどあの固定比率我々が挙げている回答ありますねあそこの部分についてまあ、内部流法を積極的に利用しているからあるいは内部流法がちゃんと出てるからね自己資本比率これが良くなってるんじゃないかと いう考え方もありますが、もちろんね結果だけ見れば固定比率見ても自己資本比率見てもいいんですけど戦略性の観点から言うと自己資本比率を高めようっていうふうにして結果として自己資本比率が増えてるんじゃなくての設備投資をしようとそれを内部留保で賄っていこうだから内部留保がちゃんと出せるように頑張っていこう逆に言えば自己資本比率が大きくなってるっていうのはその副産物ですからなので自己資本比率でもいいけど モア・ベターというのをよく考えてみれば固定比率固定長期的合率そしてもっと絞り込みば固定比率の方がいいんじゃないのと。 というような感じで指標を選んでいくということです。その同じように見てみれば、売上債再建回転率とか、売上債再建回転期間を上げる方法もあるんですが、ここももうちょっとよく考えてみると、だったら先ほどお話ししました売上債再建が増えている分だけ、流動比率や当座比率だって、良くなってても良さそうなものなのに、悪いんですね。ということは、借入金のオーダーというのがどうなのか、これも見ていく必要がある。そこでこう考えます。売上まず売上債再建について、売上債再建の残高というのはどういうふうに考え、作られていく 構成されているかというと、まず月単位月単位の取引金額があります。1月あたり100万円の売上債権があります。よって言ったら1ヶ月分の。 あの資金不足の分100万円を借りてきて何か対応しなきゃいけないよってこんなふうな考え方になるわけですねだけどこの回収期間回収サイトが2ヶ月ですよって言ったら100万円が2ヶ月入ってこないわけですから200万円の資金繰りっていうのはなんとかしなきゃいけないというふうになっていくわけですこれが資金繰りの考え方ですねそうなりますとじゃあ取引金額っていうのはどう考えたらいいかというと取引単価 かける取引数量なんですねこの時にじゃあ D 社っていうのは取引単価が上がってる傾向があるのかそんなのみじんも見えないわけですね逆に引き下げ要求が来るぐらいです。で取引数量はどうか部品9については増加が見極めるよって言われてるけど他の製品部品についてはどうなのかっていうとこれよく分かんないし。えー 増加が見込めるっていうのは長期的な観点でっていうだけで今時点で別に取引数量が増えてるわけでもないですね。ということは回収期間が伸びていいるると考えざるを得ないんです。そこでこういう計算をしてみましょう。何倍って書いてあるこれは何かというとデー社と同業他社を比べた場合で、ね、す。売上高の 規模を見てみるとこれは電車は1.3倍ありますよということなんですねで、売上債権が1.4倍棚下りさん1.3倍等う,うこういう計算になっていきます赤で囲ったところがなんとなく怪しくありませんかつまり一般論ですけれども売上高が増加すると 運転資本に関連する項目、売上債権、棚卸資産、仕入れ債務、このあたりは一般的には売上高の増減に応じた形で一緒に、うん、同じような割合で増減する。まあ棚卸資産だけはねあまり増えない方がいいんですけれども、という傾向を持っているわけです。その中で売上債権だけが売上高の増加分よりも増えているね、ね多いこの比率が大きいわけです。簡単に言うとここが売上債権回転率が。 悪いと見られている一つの要因と言えるわけですじゃあ,あの当座比率や流動比率が悪いっていうのはどうなのかっていうとこの短期借入金1.7倍じゃないんですかね1.7倍1.4倍これ見たらどうですかね短期の安全性の使用のは悪いっていうふうにどうしても出てきちゃいますよね。ということになります。じゃあななんでこんなにるるのかな実は現金だけ見ると現金は1.5倍で一見良さそうに見えるんですがこれはこんなに借りてるからお金がね ね、あるだけ、ね、この倍倍はなぜ倍この売上債権がオーダーがどうも大きいその分手当てしとかなきゃいけないカツカツで持ったんじゃ危ないから持っているだから現金等が一見増えているように見ますがこれは、ね、もうすぐ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 ってくる払いが来るものに対しての準備ですからこれ持ってるからいいって評価じゃないですからねということになります。 なので短所としては売上債権回転率を上げていただいてもいいんですがそうすると当座比率や流動比率が悪いということを説明と都合不実間が合わなくなるので資金繰りの考え方を導入していくと短期借入金と売上債権のバランスというところも見て、ね、いけた方がいいのではないのかなというと当座比率というのがよいよい上がってくるわけです。 で特に今回は棚卸さんのところに大きな問題点があるかどうかっていうのは指標の観点からも見,れて見えないし、ね、それから訂正情報の講義で見ても棚卸さんが不用意に,に増えてるというようなこともありませんので何も流動比率、倒座比率を比べた場合流動比率、棚卸さんを含めた方の指標で論じる必要はないだろうと考えれば倒座比率というのが最終的にモア・ベターではないかなと。 いうことで絞られてくる。こういう形論理展開で3つの指標長所2つ短所1つとなっていきます。第1問の解説はここまでにいたします。続いて第2問です。第2問は冒頭でもお話し,しました。通りこの設問で問われている要件を見誤ることなく、その通りに読んで計算していけばバッチリ回答が出てきます。 ですので、えー、基本的に大きくね、あのー、解説するところはないんですけれども今回グラフが出てきてますのでそこの対策ちょっと考えていきたいと思います。まず皆さん事例4に限らないですけども診断士の2次試験を受けになる時は必ず定規は持っていきましょうね。で今回の説問すごくも面白くてですね定規がない場合フリーハンドでも良いがというふうに書いてありますがやっぱりちゃんとねあの 定規使って書いていきましょう。それから事例4では定規があると貸借対照表や損益計算書などを見ていくときに行を見誤らないようにするためにこれて当てて見ていくという使い方もできますのでそのご準備は必ずお願いしたいと思います。さあその意味ではですねあの電卓なんですけれども事例4では皆さん電卓使うだろうなと思って準備なさると思うんですが他の事例でも あの特にマーケティングの事例生産事例などでは電卓を使う問題が出る可能性もありますから他の事例の時間の本試験の時間の時でもですね財務じゃないからって言って電卓しまうことございませんのでちゃんと置いておきましょうあのカバンの中にしまって開始って言われちゃってからカバンの中からあの電卓出していいですかってやんなきゃいけなくなっちゃいますのでねさて、えーっとま、試験対策としてのお話今ちょっとお話ししましたまず次に今回の,あの 質問見てみますと、えっ、ー、と質問の頭書きの最後段落2行のところに、なお現状の生産能力には十分な余裕があり、生産技術部からは部品 Q の納入量を2倍にしてもその原価構造は現状と変化がないと報告されているというふうに書いてあります。ここの要件は何か、えっ、ー、と質問ごとの概要を冒頭でお話しさせていただいたときに、えー、それからあの MD 分析ですねのときに。 こう申しし上げましたもしこの生産能力に余裕がないならば、ね、追加投資をしなきゃいけないそうすると費用構造が変わってしまうそうするともう複雑な問題になるのでそこまでは求めませんというふうになっているわけですねであとはですね今回は納入価格って言い方してますけどちょっと気をつけてください納入価格って言ってますけどこれは実際は D 社にとっての Z 社に対する売上 単価ですもんね。ですので、えー、納入って言ってますけどデーにとっては売上であると。で、えー、と説問の1では丸1の代替案の場合は納入価格を20%引き下げますよというだけの要件がついています。ということは数量は変わらず単価だけが20%下がりますよと。 いうこと。一方で代替案の丸二番の方は、えっ、ー、と納入単価、売上の単価が三十パーセント下がるけれども数量の方が二倍になりますよということです。こうこの二つを比較するとちょっとあのパッと見ただけではわからないですね。ですからきちんと計算をしてまいりましょうとなります。回答解説編では。 表があります解答解説戦では、問の1の表がございますここの数値になるということをちゃんと目指しながらあの復習していただければなと思います。まず現状ですね、売上高が2823.00。これに対して単価を20%引き下げますよ。単価だけが20%引き下がるんだったら、売上高が単純に20% 下がりますよねということなんで20%引き下げた時の売上高が2258.40一方で、えー、丸2番の代替案の場合は単価は30%下がるが売上の数量の方は2倍になりますのでこうちょっと複雑な関係になりますが売上高は3952.20という風になります一方で変動費についてはどうでしょう 20%引き下げの代替案の時は単価だけが下がっていて数量は動かないですよね。で変動費ですね変動費の単価の方もこれは動かないですから変動費の総額の方は1129.00で変わらないということですね。一方で、えー、代替案2番30%単価が下がるよという方は 数量が2倍になりますよねだから変動比が2倍の2258.00になっているというところが要注意です。 売上が大きくなる。小さくなる。この要因は単価と数量の2つのファクターがあります。このうち数量が動くっていうことは創業度が変わるということ。単価出し、結果変わらないっていうことは創業度は変わらない。ここを誤解してしまうとあの混乱しますので、ここのね創業度が変わるのか、変わらないのかというのを気をつけながら、この表の数字に合うように計算していただければなと思います。 そうしますと最終的に「設問の2」の判断をするときどうなるのかなということですね代替案の1番の方はどうなるのか固定費は1640 16でいずれも変わりませんのであの簡単に言っても限界利益のところで勝負がついてくると言ってもいいかもしれません。 さてそういうふうに考えてみますと20%引き下げの代替案1の時ね限界利益で見ても本当はいいんですけど今回はせっかく「設問の1」で損益分岐点売上高を計算してくださいって言ってますんで「設、えー、問の2」を答える時限界利益で回答してもいいんですがで「限界利益計算してください」って質問1で言われてるわけではないので。 あの上手に回答を見せていくならば素直に損益分岐点売上高で見るとどうですかっていうふうに言った方がいいのではないかなというのが回答例です。学問的な本質的な意味で言うと限界利益でで語ってもいいんですよさてそれではどうなるか20%引き上げの一番の代替案損益分岐点売上高が3279.42これに対して売上高が2258.40これはダメですよね。 一方で代替案二番の方は損益分岐点売上高が3825.76これに対して売上高がそれを若干超えております3952.20なので代替案一二を比較するならば二の方が良いでしょうというのが結論です。ですのでここは落ち着いて問題が解けるように何度かトレーニングをしておいてください。